動画でわかる北区の保育園。初めての入園準備第2章、申請方法。第1章でご案内した保育園の探し方をもとに、入園を希望する保育園は決まりましたか？入園を希望する保育園が決まったら、北区へ利用申請を行います。第2章ではこちらの内容をご紹介します。認可保育園の申請方法や空き人数、申請者数の確認方法、申請書の有効期限など、申請に必要な内容をご案内します。それでは、第2章をご覧ください。まずは、申請から入園までの流れをご案内します。保育園入園までの流れは、ステップ1、利用申請、認定申請から、ステップ9、入園までで9つに分かれており、ステップ5、結果公表以降は、保育園に内定した場合と内定しなかった場合で流れが異なります。ステップ1から順番に見ていきましょう。ステップ1、利用申請、認定申請。まずは、利用申請書などの必要書類を揃えて、保育課へ利用申請、認定申請を行います。申請は窓口、郵送、電子申請の3つの方法で受け付けております。ステップ2、認定審査。いただいた申請をもとに、保育課で保育の必要性の認定を行います。保育の必要性の認定では、保育を必要とする理由と保育必要量の2つを認定します。認定審査にあたり、必要に応じてご自宅や職場に訪問や電話による問い合わせを行うことがあります。あらかじめご了承ください。保育の必要性の認定について詳しく知りたい方は、第1章の動画でご案内していますのでご確認ください。ステップ3、認定証の発行。支給認定証により認定結果を郵送でお知らせします。認定証が発行されても、必ず希望の保育園に入園できるわけではありません。希望する保育園の入園は、保育の必要性が高いお子さんから順に利用調整で決定します。支給認定証は、保育園の申請、在園期間中はご自宅で大切に保管してください。ステップ4、利用調整。北区の基準により、保育の必要性が高いお子さんから順に希望する保育園へ入園先を決定します。利用調整の詳しい方法は第3章の動画でご紹介していますので、後ほどご確認ください。ステップ5、結果公表。利用調整の結果を公表します。利用調整の結果は、結果公表日当日から北区の子育てアプリ北ハピモバイルでご確認いただけます。スマートフォンアプリによる利用調整結果の公表は、東京23区でも初めてのサービスです。ぜひご利用ください。アプリでご確認いただけない場合は、内定した保育園からの連絡、または保育課からの保留のお手紙をお待ちください。ここからは、内定した場合と内定しなかった場合で流れが異なります。まずは内定した場合からご覧ください。ステップ6、内定連絡。利用調整により保育園に内定した場合は、内定した保育園から保護者の方へ直接連絡があります。連絡方法は、電話や手紙など内定した保育園により異なります。なお、郵送の場合や内定児童が多く1日で連絡しきれない場合は、内定の連絡が結果公表日の翌日以降になることもあります。ステップ7、面接、健康診断。保育園に内定しても、まだ入園が決定したわけではありません。内定した場合は、お子さんの健康状態や発達など、保育園での集団保育が可能かどうかを判断するため、
内定した保育園との面接や健康診断を受けていただきます。面接・健康診断の日程は内定連絡の際に内定した保育園からご案内します。なお、入園日の前日までに面接・健康診断を受けられない場合や面接・健康診断により中断保育が難しいと判断された場合は内定が取り消しになります。また集団保育が可能な場合であってもお子さんの心身の発達状況により保育時間の制限を行う場合があります。ステップ8、利用承諾。面接・健康診断により集団保育が可能であれば保育利用承諾書をお送りします。育児休業から復職する際に提出が必要な書類や保育料の支払いに必要な口座振替依頼書などを同封していますので必ず手続きをお願いします。ステップ9、入園。入園した月の1日から登園可能です。入園後は保育園の生活に慣れるまで慣れ保育を行います。また育児休業を取得している場合は入園した月の末日までに育児休業を終了し復職をお願いします。慣れ保育や育児休業からの復職について詳しく知りたい方は第1章の動画でご案内していますのでご確認ください。次に内定しなかった場合をご覧ください。ステップ6、保留連絡。利用調整の結果保育園に入園できなかったことを保留と言います。保留の方には初回の利用調整に限り保育利用保留通知書をお送りします。一度保留となった場合は申請書の有効期限内は翌月以降も毎月利用調整を行います。翌月以降の利用調整結果は内定するまで連絡を行いません。翌月以降の保育利用保留通知書が必要な方は結果公表日以降に保育課へお問い合わせください。ただし4月入園の利用調整結果については保留の方全員に保育利用保留通知書をお送りします。ステップ7、申請の有効期限切れ。有効期限までのすべての利用調整で保留となった場合は有効期限切れとともに申請が失効します。引き続き利用調整を希望する場合は改めて申請してください。なお、就労証明書などの保育の必要性を証明する書類も再度ご用意いただくことになりますのでご了承ください。申請書の有効期限の詳細は後ほどご案内します。ここからは申請方法についてご案内します。窓口申請は保育課入園相談係の窓口へ申請書を直接お持ち込みいただく方法です。申請内容の不備や必要書類の不足をその場で職員が確認してお伝えします。事前に申請書をご記入いただき混雑が予想される日程を避けてお越しください。各月の締め切り日3営業日前と4月入園に向けた申請が立て込む10月下旬から4月入所締め切り日までの間は窓口が混み合い1時間以上お待ちいただくこともあります。またお昼の12時から13時は窓口業務を縮小するため他の時間帯よりも手続きにお時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しいただくか郵送申請または電子申請をご活用ください。郵送申請は保育課入園相談係へ申請書を郵送していただく方法です。申請が到着しましたら申請内容や添付書類を確認し後日受付完了のお手紙をお送りします。申請不備や必要書類の不足もこの受付完了のお手紙でご連絡しますので必ずご確認ください。なお、
郵送申請は締め切り日必着でご郵送ください。申請書類の未着など郵送事故の責任は北区では一切負えません。郵送申請の際は配達記録の確認や追跡ができるレターパック、簡易書き留めなどでお送りください。北区に申請書が届いてからご自宅へ受付完了のお手紙が到着するまで最短でも5日かかります。不備・不足があった場合に備えて余裕を持って郵送をお願いします。電子申請はパソコンやスマートフォンから申請する方法です。来庁不要で待ち時間もなく、郵送のように費用もかかりません。お子さんが寝ている間など好きな時にお手続きできますので、ぜひご活用ください。なお、受付や申請不備、不足書類のご連絡は郵送申請と同様に受付完了のお手紙をお送りしてお知らせします。北区に申請が到達してからご自宅へ受付完了のお手紙が到着するまで最短でも5日かかります。不備・不足があった場合に備えて余裕を持って電子申請をお願いします。電子申請は YouTube 概要欄のリンクからアクセスしていただくか、北区公式ホームページのサイト内検索から保育園電子申請で検索してご利用ください。続いて申請の締め切り日をご案内します。締め切り日は入園を希望する月によって異なります。5月入園から12月入園までの締め切り日は入園を希望する月の前月上旬です。1月入園から4月入園までの締め切り日は4月入園に向けて利用調整に時間を要するため、5月入園から12月入園よりも早い締め切り日が設定されています。例年の締め切り日は表の通りです。具体的な締め切り日は最新の保育利用案内をご確認ください。北区では申請や希望園変更の締め切り日のほかに追加書類の締め切り日を設けています。追加書類の締め切り日とは、申請の締め切り日までに受け付けた申請の不備・不足を修正するための期限です。入園・転園申請や希望園変更の受付はできませんので、これらは追加書類の締め切り日ではなく、必ず申請の締め切り日までに手続きをお願いします。なお、追加書類の締め切り日は原則申請の締め切り日の翌開帳日であり、4月1時の申請の場合のみ数日後に設定しています。入園・転園申請を締め切り日直前に行うと、申請の不備や不足を修正するための期間が短く間に合わないことがあります。申請は締め切り日に余裕を持ってお願いします。申請の締め切り日、追加書類の締め切り日ともに期限を過ぎたものは翌月以降の申請・追加書類として取り扱います。また締め切り時間はすべて締め切り日の17時です。17時を過ぎて区役所の夜間窓口に提出されたもの、電子申請サイトへ到達したものはすべて翌日受付の扱いとなりますので、ご注意ください。北区では保育園のクラス別の空き人数・申請者数をホームページに公表しています。毎年10月に発行される最新の保育利用案内に公表日程を掲載しますので、ご確認ください。公表内容は各保育園のクラス別の空き人数、申請者の総数、申請者の総数のうち第一希望の人数の3点です。例えば桜田保育園の0歳児クラスでは空き人数が0に対して全体で7人が申請しており、そのうち6人が第一希望として申請していることがわかります。ここで空き人数・申請者数を参考に
希望園を検討する場合の注意点をご案内します。 1. 公表されている数値は途中経過であること。集計作業のため最新の数値ではありません。締め切り日までに新たな申請や希望園変更が発生したり、在籍児童の退園により空き枠が増えたりしていますので、空き人数や申請者数は常に増減しています。 2. 空き人数がゼロであっても諦めず申請すること。在籍児童の退園や転園により空き枠が発生することがあります。空き人数がゼロであっても通いたい保育園は必ず希望してください。 3. 公表を待たずに申請を済ませること。空き人数、申請者数の公表から各月の締め切り日まで大変短いスケジュールとなっています。公表内容を確認してから申請すると締め切り日ギリギリになるため、窓口が混雑したり書類の不備の修正が間に合わなかったりする可能性があります。公表前に本当に通いたい順番で申請を済ませる。公表を見て変更したい場合には希望園変更届を提出する。こちらの流れをお勧めします。 4. 公表されている数値で希望順位を決めないこと。利用調整は保育の必要性が高いお子さんから順に入園先を決定します。このため希望園は空き人数や申請者数を気にせずに本当に通いたい順番で決めてください。空き枠が多く現実的に入れそうな園を上位にしよう、第一希望者が少ない園を第一希望にしようなど、本当に通いたい順番と異なる希望順位で申請すると本当に行きたい園に入れなくなってしまいます。例えば滝野川在住の E さんは滝野川保育園、赤羽保育園、王子保育園の順番で入園を希望していますが、滝野川保育園の空き枠が1しかないため、空き枠が多く現実的に入れそうな赤羽保育園、王子保育園を妥協して滝野川保育園よりも上位にして申請しました。申請が出揃ってみると、A さんから E さんの5世帯が申請していて、各世帯の優先順位と希望園はこちらの表のようになりました。利用調整では保育の必要性が高いお子さんから順に入園先を決定しますので、このケースでは A さんは第一希望の王子保育園に、 B さんは第一希望の赤羽保育園に、C さんも第一希望の赤羽保育園に、 D さんは第一希望の赤羽保育園が埋まってしまったため第二希望の王子保育園に内定します。いよいよ E さんの順番になりましたが、第一希望にした王子保育園の空き枠が残っていたため、本当に通いたかった滝野川保育園の空き枠があるにもかかわらず王子保育園に内定してしまいました。このように利用調整では保育の必要性の高いお子さんから順に、そのお子さんがなるべく希望上位の保育園に内定できるよう入園先を決定しています。先着順ではありませんし、第一希望だからといって保育の必要性の低い方が優先されることはありません。本当に希望する保育園に入れなくなってしまうことがないように、本当に通いたい順番で希望順位を検討してください。続いて申請書の有効期限をご案内します。利用調整の結果保留の場合には、申請書の有効期限が切れるまで毎月利用調整を行います。申請書の有効期限は申請書の受付日を基準に決まっており、申請書を受け付けた月から約6ヶ月間です。申請書の有効期限を表にまとめましたのでご確認ください。例えば7月22日に申請を受け付けた場合、2月入園まで申請が有効です。2月で申請が失効してしまいますので、4月入園も引き続き入園を希望する場合は改めて最初から申請が必要です。
最後に申請に必要な書類をご案内します。申請に必要な書類は世帯ごとに異なります。最新の保育利用案内をご確認の上ご用意ください。なお、北区外にお住まいの方や北区へ引っ越しを予定されている方は、新しいお住まいの物件の契約書など通常の申請書類以外に必要な書類があります。証明書類に不備や不足がある場合は利用調整で不利になります。必要書類をすべてご用意の上、証明内容も必ずご自身で確認してからご提出ください。必要書類の基本セットは保育利用案内に挟み込んで配布しているほか、北区公式ホームページや北区の子育てアプリ北ハピモバイルにも掲載しています。必要書類をパソコンで作成したい方は、北区公式ホームページ入園に関する書類のダウンロードからワード版、エクセル版の申請書類をご利用ください。北区の子育てアプリ北ハピモバイルではアンケート形式で世帯の状況を回答すると、必要書類を自動検索、ダウンロードできるサービスを提供しています。こちらもぜひご活用ください。第2章、申請方法のご案内は以上です。申請から入園までの手続きのイメージはご理解いただけましたでしょうか。最新の保育利用案内も合わせてご確認いただき、申請のご準備をお願いします。引き続き第3章利用調整もご覧ください。